はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日ですけども、この装備を集めてみようと思います。これですね、武人将軍の指輪です。今4つ持ってるので残り8個ですね、8個集めたいところで、これの能力ですけども、行動時 3% でバイシオン、そして攻撃力アップがプラス3ターンとなってます。伝承効果をつけると、攻撃力アップがプラス4ターンになるんだよね。でバイシオンも、12% まで上がります、確かね。なのでこれを装備するとダークネビラスとの戦いがだいぶ楽になるんではないかなと思いまして、作ってみようと思います。ただね、強いんだよね、スライムジェネラルが。でこいつをオートで倒せれば、放置して集めれるんだけども、ちょっとオートで戦ってみましょうか。主人公は遊び人で来てるんだけども、バトマスの方がいいかな。でアンルシアはちょっとやべえな。アンルシア、バッチリとかガンガンとかでやると、出生天部使わないんだよね。勇者の銘ばっかり使うような気がした。 OK、 まあとりあえずオートで倒せればいいんだから行ってみましょう。ダストン、まあまあいいか。ダストンじゃなくってフーラの方が良かったか。いや大丈夫か。ほらやっぱ勇者の命数、まあ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 一発だったらいいよ。マジックバリア、あーそうか、イオグランデ使ってくるからマジバリはありではあります。なんでこれ、遊び人じゃない方がいいかな。またほらほらほら、もう勇者の命しなくていいもんね。勇者の命するぐらいなら違うやつやってほしかった。お、フローズンバードはだいぶダメージあるね。おお、あ違う違う、レボル入れないと。なぜレボルをしてくれない。やっぱりオート戦闘はこういうところあるよね。まあでも倒せればいいんでOK です。そうそうそう、はやぶさ斬りとあと天下無双、そればっかりしてくれれば OK です。イオグランデもそんなに効かない。おい、ナイスレボル。あ、全然いいね、いけるね。ロストブレイク、おお、まあまあ、何かしらテンションが溜まってるんでしょう。いいじゃないですか。攻撃力ダウン入らないね。入りにくいのかこいつは。あそうか、転倒もこいつあんましないし、やっぱり強いね。これバトマスじゃなくて遊び人で全然良さそうです。でヒューザのそのロストブレイクをなんとかできないかな。スカラあんまり意味ないよ。意味あるのか。うわー強い。いやいや、百裂なめした方がいいよ。なぜザオリク、いやこれやばいぞ。全体攻撃きたらやばい。マジか。おお、ギリ持った。超ハッスルでそこそこ回復。お、効く効かないよ。フローズンバードの方が良くなかった。なぜロストブレイクばっかりするかな。ナイスベホマラ、オッケーオッケーオッケー。全然立て直しもしますんでオートでいけそうだね。たまにまあ変な行動はするけども大丈夫。レボルを打って、でそしてここで天下無双してくれればいいんだけどな。なぜロストブレイクばっかするのかな。これあれですよね、
この技は使うなっていう設定はできませんもんね。うん、この技は使うなっていうのができないので、そこがちょっと不便かな。うん、禁止技を決めれればすごくいいんだけど、まあ残念ながらピオリム意味ない、ない？ピオリム意味ないでしょ。オッケーオッケー。これスライムベホマー君が出た時が嫌だな。あ、メテオストライクすっげー効く、効くねー。やばい、ダストンやばい。うわ、やられた。これちょっと無理か。オートで戦う、あ、いやいやいや、違う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 、何してるの。生き返らせないと。あ、これオートきついっすわ。うん、あ、そうそう、うんうんうん、これはちょっとオートで勝てないかもしれないので、うん、自分でやるしかないか。それでは12体倒しましたので、合成していきましょうか。両方が入るんだよね、魔導と武人。魔導の方はいらないもんね。うん、まあ呪文の威力アッププラス3ターンはあるけども、これはいらないかな。これ媒師の方がいいでしょ、これは。OK。で、すべてに媒師をかけていきます。合成したんだけども、あれ忘れてた。伝承のやつ。一応、バイシオンが 12% でかかるようになったんだけども、伝承で攻撃力アップをさらに1ターンプラスさせたいね。限界投資の指輪か。いくつ持ってる？限界投資、限界投資。持ってない気がする。3つか。となると、あと9個か。うん、あと9個。入手しなきゃいけません。いやー、これもちょっと時間かかるな。はい。まあ、とりあえず、一応出来上がったので、あと9個あれを入手して、伝承までやってみます。で、その後に、裏ボスと戦ってみたいと思います。多分早くなると思うんだけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。